さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、安藤ひとみプロゲストに第2弾ということで、はい、鹿島ボールでまた撮影させていただいたんですけども、投げていただいたコンディション、はい、42フィートは42フィートなんですけども、やっぱりミディアム的な、でもただミディアムドライになったかなっていう感じのちょっと長い時間投げていたんで、ミディアムドライかなってぐらいなコンディションだったんですが、お二人に投げていただいたボール、ヘイローの新しいシリーズでヘイロースターというボールなんですね。でこのヘイロースター、マイクロトレックスの H18 というハイブリッド、まあハイブリッドっていうのはパールとソリッドのこう混合をしているボールなんですが、お二人のレイアウト、やっぱり安藤プロなかなか普段やらないよって今日来て開けた、ちょっと私が開けたボールなんですけど、まあどちらかって言ったらやっぱり起き上がりが結構ヘイローのボールってセントラルコア速いんで、まあ、それをピンに近い方に生かしたレイアウト、ただ強い弱いレイアウトではないですね。で石原プロのレイアウトは球なりに一番強いというレイアウトだったんですけども、安藤プロ、はい、存分に喋ってください。いいですか、はい。今日 の投げた感想は、もうやっぱり私もロトグリップのボールの中でも特にこのヘイロ大好きなんですけれども、はい、この特にやっぱり転がり感の良さと先の動きの安定感、まあ、こう言葉があれなんですけど収まる感じっていうのがすごい大好きで、まあ、必要以上に動かないっていうのが非常にこうヘイローの扱いやすいところだなといつも思っているんですけれども、なるほどなるほど、今回のヘイロースターもやっぱりこの直進性も感じながらもすごい転がり感の良さも感じつつ、先でこう起き上がってからのポケットまでの収まり感っていうのが非常に良くて、かなり投げやすい、レーン変化した時でもすごく投げやすいなっていうのがすごい感想というかすごくいいなと思いました。ありがとうございます。次に石原プロ、投げてみた感想はどんなイメージですか？そうですね、やっぱりヘイローシリーズの中でもね、はい、やっぱりまあ、ちょっと、結構上の位置づけにはなるとは思うんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ転がり感、まあ、っていうのが、まあ、もともとヘイローって非常に激しく動くようなボールではないと思って、こうある程度緩く動きながら、バックエンドもこう、アーク状っていうんですかね、まあ、いうようなイメージがあるんですけども、まあ、そういうイメージが非常に僕も今回、例えば長いゲームをちょっと投げたんですけども、時間がね、コンディションだいぶ変わってきたとは思うんですけど、その中でも同じような激しくならないんで、同じような動きをしていくっていうところが一番の特徴だと思うんですね。まあ、そういう面では強いんですけども、表面がそんなに曇ってるわけではないので、多少は走りながら、まあ、曲がりすぎずにっていうのが今回の特に特徴だと思いますね。なるほどね、はい、まあヘイローのやっぱりね、一番お二人が感じてる投げやすさの秘訣、まあ、セントラルコアっていうことなんですけど、まあ、内蔵されてるコア、まあ、中の形なんですが、この形によく重しっていうフィリップブロックがストームなんかは下にこう乗っかってるんですね、まあ、これは中の重さが違う、こっちの方が重いよっていう、だから回転を助けよう助けよう助けようっていう役目、ストームで言ったらね。でロトグリップのこのセントラルコアってそれがついてないんですよ、実はついてないから悪いんじゃなくて、ついてないから玉なりに曲がる、要するに余分な力を使わないっていうことで、まあ、中玉がこう安藤プロも言ったように、やっぱりこうなんだろう、急激に曲がらないのはそのせいもあるし、もう一つはピンに寄ってく、急にガーンと曲がるんじゃなくて寄ってくようなイメージっていうのが本当にこうそのコアのおかげで、石原プロも言ったように遅くなってきてる、どうしてもレーンとこうオイルが少なくなってくるんで曲がり出しが速くなってくるんですけども、まあ、それでもこう中に中っていうね、中にこうちょっと刻んでくれば、まあ読みやすいというね、まあこれが本当にヘイローの特徴で、まあやっぱり最近ではまあ US オープン
アメリカでやったやつなんかも、まあ、やっぱり強いボールを使い始めてるんですけども、まあ、やっぱり UFO だヘイローだなんだっていうね、強いボールもやっぱ使えるようになってきたのはこういったボールの進化、まあ、コントロール性が高いって言われるねロトグリップならではの問題ではないかなというふうに思いますよね。最初に安藤君、はい、先ほどと違って、はい、安藤プロのトーナメントのまた新たなところだと思うんですけども、はい、今日のヘイロースターはどの位置？そうですね、同じヘイローシリーズでヘイローバーンっていうのがあるんですけれども、うん、これよりちょっとやっぱりオイルに強いかなという感じだったので、コード1とヘイローバーンの間に入れたいなと思います。はい、わかりました。続いて石原プロ、はい、まあ、シリーズ企画にちょっと UFO っていうのを最近でちょっと特殊だったんで入れてもらったんですけども、はい、今日のヘイロースターはどの位置に？そうですね、僕はズバリジャンポールで。はい、わかりました。ですね、ここでまた質問したいなと。またいや、安藤プロに喋らせたいなせっかくね、皆さんね、いやいや名古屋から来ていただいたんですからね、ありがとうございます。2時間でも3時間でも喋ってもらってあるなんて、はい、食べたいです、ぜひいや、安藤プロにね、また質問がちょっと私の頭の中で思い浮かべてる一つ、はい、絶対聞いてみたい一つ、まあ、これで言われると嫌なのかなと思うんですけど、まあ、安藤君ちょっと子供の頃に病気をされた関係もあったり、ね、して今すごい克服して、まあ、そういった活動もされてる中で、はい、まあ、やっぱりこうボーリング、自分が出会ったボーリング、まあ、ボーリングによって人生変わったの、ボーリングっていうのはね、まあ、多分質問で一言で終わっちゃうと嫌なんですけど、安藤君にとってのボーリングっていうのはプロボーリングって何でしょう？はい、もう私にとっての一言で言うと本当に希望です。はい、希望。そうですね、私に本当に生きる希望を与えてくれたっていうものでもありますし、はい、夢という希望も与えてくれたし、うん、それを得た自分がまた皆さんに希望を与えていきたいなっていう意味で、なるほど、もう希望が詰まったものですね、私にとって。なんかでかいなスケールがなんか防衛協会じゃなくなっちゃったいやでもね、本当にね、やっぱり皆さんね、やっぱりテレビにも出演されてね、まあ、それを普通隠すことなのかなと思っちゃうんだけど、あえてこうね、まあ、言っていただいて励みになってきた方もね、非常にいるのかなと思うのが、やっぱ希望って言葉なのかなと。そうですね。じゃあ2つ目の質問、はい、安藤プロの2つの質問は、はい安藤プロの苦手とするレーンコンディション、例えば苦手とするボールの動き、得意とするボールの動き、これは何ですか？そうですね、やっぱり皆さん、まあ、同じ系統にあるかなと思うんですけれども、はい、コンディション的には私はやっぱりアウトサイドが投げれなくなってきて、インサイドに寄ってきた時に、はい、出して戻さないといけなくなった時、はいはいはい、やっぱり幅をちょっと手投げないといけなくなった時に、はい、こう景色とか体のやっぱり向きとかが変わってくるので、はい、ちょっとこう投げづらさを感じてしまう感じはありますね。
とはコンディション的には、うん、やっぱり先で切れてるとやっぱり私は好きなコンディションなんですけど、こう先がちょっとダラダラっとしちゃうなみたいな、こうボールの動き的にはっきりしないなって思う時なんかは、うん、すごい投げづらさを感じますね。なるほどね、うん、皆さん聞きました、あのセンターの方も見てると思うんで、安藤プロのチャレンジの際にそういうコンディションを作っていただいて、あのやっぱりね打ちやすくしてあげてほしいなと、はい、ぜひ切れるコンディションを切れるコンディションで、まあ、あのここでやっぱり石原プロね、はい、質問したいなと、まあ、あのヘイローやっぱりストームにない特徴のところ、はい、まあ、先ほど私もフィリップブロックの中だとかいろいろ言ったんですけど、やっぱりねヘイローシリーズってね、石原プロが勧めるここだよっていうのがあるとしたら、やっぱりどんなコンディションでも、うん、あのやっぱりバックエンドがこう動きすぎる、はい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 、う時と、うん、あとはそうですね、どっちかというとやっぱりフラットのコンディションとか、うんうん、が一番使い勝手がいいのかなっていうふうには思ってますね、うんうん、フラットってのは、まあ、オイルが、まあ、そうですね、モーターが少ない、かというと差が少ない、差が少ないね、はい、まあ、差があったとしても例えばあの曲がり、まあ、さっきあの最初にも言った曲がりすぎない、うんうんうん、強い以上の曲がりをすぎないっていう意味合いでは、うん、やっぱり曲がった方が、うん、やっぱりコントロールしづらいと思うんですよ、はい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 、動きが出ちゃうというところに関しては、まあ、そういう時に、ある程度収まる、うん、ボールの動きが収まる、うん、例えばあんまり幅取りたくない、うん、みたいなイメージの時、うん、まあ僕は特にその幅取るタイプじゃないので、うんうんうん、まあそういうところの中でも確実に転がってポケットに行きたいというようなところのコンディションでよく使えたらどうなのかなというふうには思いますけどね。なるほどね、あの本当にねヘイローって万能性だなって今言うね石原プロがおっしゃるような話に近いんですけど、まあ、私からちょっと技術的な部分、あのこのマイクロトレックスっていう素材って、まあ、ハイブリッドもそうなんですけど、まあ、ストーンもそうなんですがロトグリップなんかでも一番強い素材のハイブリッドとかパール系って表面をちょっといじくってあげる、サンディングしてあげるとか言うとものすごい変わります、まあ、それもね体感できる一つなんですよ、弱い素材がダメっていうんじゃなくて弱い素材って変わりづらいんですね、やっぱ強い素材になればなるほどパールでもハイブリッドでも全てソリッドもそうなんですけど変わります、だから動きが本当にねどこが欲しいのか、バックエンドが欲しいのか、手前から曲がって欲しいのか、本当にオイルに強くしたいのかっていうね、一つのこの欲を言っていただくと、まあ、プロショップのオペレーターの方が変えやすくしてくれてるのかなと、まあ、安藤プロのところもね、あのサーフェイスをね、はい、あの機械があるんで、はい、表面を何回いじくってもね、はい、うんうん、結構、まあ、安藤プロも多分こう表面いろいろいじくって、はい、試してみたりしたんじゃないかなと。そうですね、やっぱりサーフェイスめちゃくちゃ便利なので、はい、もう誰よりも使ってると思います。あ、誰よりも、はい、まあでも本当ね、誰よりも使ってるからこそやっぱり表面の加工をしたことによっての影響力も分かるでしょうから、うんうん、そうですね、まあ、なかなかね、あのアマチュアの方はお金になっちゃうんで、まあ、年が年中使うぞって言ってもただじゃないんで、まあ、大変かもしれないですけど、でも本当ね表面を変えてあげるっていうのはボールの自分が持ってるコンセプトを変えることもできるんで、まあ一つね、あの古い新しい関係なくねやってもらえると非常にいいことなのかなと、まあね、本当ヘイロー、まあ、ロトグリップっていうのはやっぱり何回も言うようにストームの間に入ってくるボールでコントロール性を高めてるボールが非常に強いんで、まあ、よく分かんなくなったなって言ったらロトグリップみたいなのね、こう忍ばせていただくと、まあ、非常に重宝するんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当ね、安藤君にもっと喋ってほしいんだけど、はい、時間もだしね、あのもうそろそろ僕も疲れて帰ろうかなと思うんで、まあ本当ね、またね、これにこぎりつつね、はい、安藤プロ来ていただいてですね、また皆さんに笑顔をこれにね、あの分けていただければなというふうに思います、はい、本当に今日は長い時間お疲れさんでございました、ありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様でした。
皆さんこんにちは、今月もですね見ていただいたでしょうか。3月もですね非常にこう盛りだくさんで、皆さんまあいろんなね変な病気が流行っちゃったりもしてるんですけれども、まあそれに負けずにですね私たちもフル回転で頑張って皆さんにいろいろ楽しい思いをしていただければなと、まあ本当にボウリングを通してですねやっぱりこう今良くない世の中、まあこういうプレゼントコーナーでも盛り上げていきたいなとまた邁進していきますのでよろしくお願いします。で今月はですねこの4種類まあ毎月ストームロトグリップやったんですけども、まあ、今月は全部ストームという形で、またこのタイムレススペースというのがですね発売がしてません。日本未発売という形で、あとはシークレットコード、これはもうものすごい取り合いになったボール、まあそれからタイムレス、これもやっぱり両手投げの方にはもうこれだっていうのはボールだと思います。でまたこれがゲートワンと、まあ非常に初代に近いところもあるんですけど、まあ非常にこうプロボーラーの評価も高かったボールなんですね。でまたこの4種類をですね、プレゼントしたいと思います。で今月のお題なんですけども、今月はですね2016年4月にですね通常は C3 セントリピタルコアをベースにいろいろ作っていくボールなんですけども、まあこのウレタンボールに関してだけはちょっと違うコア、まあセントリピタルコアを使ったという経緯で、ウレタンボール赤いボールなんで皆さんぜひですねお分かりになると思いますので、また調べていただければなというふうに思います。また頑張ってください。またねー。